春の日差しを受けて菜の花が咲き誇っています。東温市三奈のレスパスシティでは毎年この時期に菜の花祭りを行っています。レスパスシティの南側に広がるおよそ1万5千平方メートルの菜の花畑は今が見頃です。訪れた人たちは写真を撮るなど思い思いに春の訪れを感じています。こんな風景を見たのは本当にね、初めてですね。もう感動しました、うん、感動面積が約1万5000平米で4500坪あります、そこに大体200万本ぐらい植わってます、今ご覧の菜の花畑が満開に、今なっておりますので、レスパスシティの各施設におきましてですね、菜の花をモチーフにした、花御膳とか、菜の花弁当とかですね、また2000円以上お買い上げいただいたお客様に、天然温泉リラク870円のところをですね、500円で入れる、入浴券をプレゼントしております。通常今の時期だったらまだ、4分咲きぐらいなんですけれども、半月ぐらい早くてですね、今が一番見頃満開なんで、今月いっぱいはお楽しみいただけると思います。春の知らせを受け取りにお出かけしてみてはいかがでしょうか。